か迷宮が30回まで追加されたぞ。うおー。え、取り上げるの遅い気が。このチャンネルがアップでの次の日に投稿できたら奇跡だぞ。確かに、とりあえず OP。はい、皆さんこんち、ゆっくり霊夢です。こんち、ゆっくりマリサだぜ。そしてヨウムちゃんですよ。ついでに今のところベドラだぞ。今画面で10連回してるけど、撮影以外でもいっぱい回してるんだよね。全部撮影できないんですかね。いや仕方ないでしょ、出先に PC 持っていけないんだから。それで撮影以外で回して何か問題でも？撮影以外の方が運がいい。本当は今回再開戦行く予定だったんだけど、まあ例のごとく解放時間に行けなかったよね。この日あと20分なんですから行けばよかったのに。バレンタインの回収に行ってました。はい、では地下迷宮今回は10回までやるよ。普通に30まで行けばいいのに。いやー、10回までで30分近くかかってるんだよね。てか30回まで本当に行けるのか。我がいるんだ、任せておけ。今回は先に偵察って意味も込めてガビル入れるね。なに、やはり我が30回まで突っ走るべきだろ。君には最終防衛ラインという大切な役目があるんだ。響きかっこいいでしょ。うむ、確かにそうだな。今回はトカゲに任せよう。さあ、1階のボスまで来たよ。前回は赤アリでしたけど今回は何でしょうか。どうせ赤アリって、ゴーレムじゃねえか。全然強くなさそうなんだけど。やはり我が出るべきだったか。あ、最終防衛ラインさん。あのね、アニメと違ってガチで最終防衛ラインだからもうちょっと待ってね。ネタじゃなくてガチの最終防衛ラインだった。そして1回突破です。今回ルートにドロップが多いとことか少ない気がするよ。確かに私も思ったぜ。30回までありますし、落ちたらクリアが難しくなるとかじゃないですかね。確かにドロップステージ強くはなかったけど普通よりはダメージもらった気がするな。うむ、2回もゴーレムのようだな。でシュナやられたー。まさかの2回で1人失ってしまいました。でも一応2回突破です。ドロップしょぼすぎじゃね。うん、そもそもこれは何に使うんだ。私がほとんど作ったことのない装備の材料だね。作ろうとは。現時点で装備満タンあるんだよ。なら作る意味ないだろう。確かに。はい、3回も楽々クリアでしたね。前回の方がドロップ良かったってみんな言ってるけど、うんうん、やっぱ霊夢は良くなってると思うよな。いや絶対前の方が良かっただろう。はい、次は4回。そういえばアニメそろそろ面白くなってきそうですね。我ももうじき出てくるじゃろ。君はまだ先の方かな。運営もっと頑張れ。絶対運営の問題ではない。4回、正月シュナを失ってしまいましたがクリア。心は体力が少ないから仕方ないね。お、地下迷宮コイン。で、なんで2枚なんだ。さすがに少ない気が。次5回です。さっき正月シュナがやられちゃったんで今回はバレンタイン黒い入れますね。バレンタイン、うぐ。ごめんな、なんかこの辺り音バグってて。多分ダウンロードの時に何かミスってたかもしれないですね。違法ダウンロードではないからね。そういえばここにはベレッタがいるじゃないか。あ、確かに。5階層の節目で新しいの入れてきたんでしょうね。さあ、今回は10回までだから後半戦。今度はさっきのバレンタイン黒絵の代わりにフレイに交代したぜ。バレンタイン、もういいわ。あと郵送ミリム、ついでに最終防衛ラインさん頑張ってね。我に任せておけ。でまたフレイやられてるじゃん。使えない最終防衛ラインだな。え、なぜにボロカス言われてる。アニメでは違ってもこの世界だとフレイの方が強いんだぞ。もうこの世界引退します。残念、私たち転生してゆっくりなったからやめられません。え、まさか我まで転生した設定。全員ですよ当然。くそー。次8回。今頃気づいたけど5回飛んでるよな。ごめん、なんか手違いでカットしてた。ほんと投稿遅いのにミスしないでくださいよ。ただの自分語りなんだけど、この頃ずっと眠くて起きてられないんだ。眠たい時に勉強ってはかどらなくない？確かに、脳死で課題とかしてる時以外はそうだな。でしょ、ただの言い訳だけどちょっと体調管理頑張らないとね。はい、クリアしました。次が9回です。あとフォトナの方もいい動画撮れたのに編集できてないよ。てか今思ったんだけど。どうしたのマリサ？お前この頃新しいソシャゲ入れてなかったか？だあ。それは言わないでよ。絶対体調だけじゃないでしょ、編集しなかったの。そういえば霊夢、こんなツイートあったんだが。バレた。なになに、動画投稿遅くても自分の視聴者さんなら許してくれる？ラスト10回、行ってみよ。あ、逃げやがった。はい、この動画ラスト10回。そしてこの地下迷宮1回出るとフル回復で帰ってくるのを忘れてました。お前、まさか。後編の11回からまたフルの状態です。こいつ、救いようのないバカだった。あ、後編は本当の意味で最終防衛ラインさん頑張ってね。我に任せておけ。もしこの最終防衛ライン絶対役に立たんだろって人高評価をしてね。お、これで高評価100超えたな。我への期待してくれー。はい、
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント気軽にお願いします。次はフォトナ上げてから後編出すね。では、おやすみー。